ごきげんよう、アポです。今回は Amazon プライムで見た劇場について話していきたいと思います。前回の動画でも劇場について話しています。あらすじなども触れていますので、そちらもぜひご覧ください。それでは早速紹介していきます。この作品の主人公は山崎賢人さんが演じた永田と松岡茉優さんが演じた咲です。この2人が出会ってからの7年間のお話です。永田は一言で表すなら人間失格です。自分には才能があり凡人とは違うと信じながらも、周りで成功している他人を妬みそねむ、自分自身を一番に可愛がり傷つくことを嫌い、うまくいかないと全て他の人のせいにする。永田の性格には凡人には理解しがたい凶暴さと怖さもありました。そんな永田を温かく笑顔で受け止める咲は優しく気持ちのいい子です。映画を見た人がみんな好きになるのではと思いました。繊細だけれど強く賢い咲を松岡さんは鮮烈に演じられていて、咲は一生忘れられない存在になりました。対して永田役の山崎さんの乱暴でぶっきらぼうな演技は、作品の中の時間の経過とともに良さが増していきます。いつか大成して名を上げて咲に喜んでもらいたいという気持ちがあっても、献身的に毎日を支えてくれる咲への感謝は言葉でも態度でも行動でも出すことはありません。まるで感謝を表すと自分の理想や夢と現実のギャップからの惨めさを認めてしまうようで、咲のしてくれる全てを当たり前のように受け取るだけです。ありがとうもごめんなさいもただいまも言えない言わない。永田を見ていて何度も何度も傷つきました。会ったことのない咲のお母さんにまで牙を剥き、敵対心を丸出しにする恐ろしさ。そのくせそのお母さんから仕送りしてもらったお肉を頬張るシーンや、不機嫌な態度で黙らせて、まるでこちらが悪いことをしてしまった気にさせる光熱費のシーンや、外食で美味しいものを一人だけで食べるシーンなど腹立たしく思うところが多々ありますが、自分勝手な冷たさをひょうひょうと演じてらっしゃいました。最初はもっとクズな演技でもと思っていたのですが、鑑賞後はちょうど良かったんだなぁと感じました。もっと過激な演技だったら永田を大嫌いになりすぎて彼の気持ちを一切考えられなかったのではと思います。永田も自分には才能があるのだろうかと不安に押しつぶされそうな気持ちや、同世代の活躍を見て焦る気持ちなど共感できる部分もあります。見た目も汚すぎず、パワーの出し方も絶妙で、世間に馴染めず不器用な永田を咲が母性愛までも全開で受け止める気持ちもわかります。きちんと計算されていた演技だったと思います。人間が持っている愚かさやダークな面を持つ永田、対照的に自己犠牲や慈愛を持つ咲、山崎さんと松岡さんが見事に表現をされています。松岡さんは表情や目の輝きや声のトーンなどで咲の心情の変化を見ているこちらにまで切なく伝えていました。そんなお二人の演技に見た人は心を射抜かれるのではないでしょうか。作品中にはいつまで持つだろうかや、ここが一番安全な場所だよなど心に残るフレーズも多くありました。みんなが幸せになるには、幸せが何かに気がつくしかないのかもしれないと感じました。7年間のラブレターであり、情けない謝罪のような映画です。未来が見えず夢のない時代ですが、それでも夢を追いかける意味があると思います。若い方々には
重なる部分があると思います。また成熟された方々にはこういう時もあったなぁと懐かしくなったりもすると思います。すごくおすすめです。ぜひご覧ください。最後までご覧いただきありがとうございました。それではごきげんよう。